こんにちは。今日はこんな、スクエアタイプの松編みっていう、編み方、こういう編み方ですね。長編みと細編みと鎖編みを組み合わせて編んでいる編み方です。この、松編みのペタンコバッグ、正方形のスクエア型のペタンコバッグを作ってみました。まあ、長財布は入ります。あと手帳とか薄いものだったら形崩れずに入れることができるようなバッグになってます。結構この編み地がですね、ちょっと模様編み初めての人は少し苦戦するかもしれないんですけど、一応編み方としては細編み、鎖編み、長編み、鎖編み、細編みの繰り返しなので、理解してから編めばそんなに難しいことはないかなとは思います。作ってる過程を動画にしてみましたので、もしよろしければ一緒に編んでみてください。今回使うのは、スズランテープのエメラルドというカラーを見つけたので買ってみました。こちらと、五円玉かぎ針、今回10号で編んでみようと思います。あとメンテ袋です。では早速編んでいきます。今回はですね、一つの模様が8目でできている松編みを編みます。そして、バッグの1周あたりの目が72目になるように作りたいと思っています。で、最初の1段目だけ、底になるような細編みを編みたいと思っているので、両サイドで1目ずつ増し目をして、編んでいくので、最初の、作り目、鎖編みは、35目で作ります。ちょっとその計算よくわかんないっていう方は気にしなくて大丈夫です。とにかく35目鎖編みを編みます。1、2、3、4、5で35目編めました。そしたら最初の1周だけ細編みで編みます。立ち上がりの鎖を1回編んでから35個目の鎖の裏山と向こうの鎖を拾って細編み、このまま、1周編みます。端っこまで編んできて、一番端の目なんですが、ここは、ここにまず1回細編みを編んだ後増し目をしていきます。もう1回同じところに細編み、そしてもう1回同じところに、全部で3回細編みをします。で、3回細編みをしたら反対側に来て、残りの鎖のもう一本の方を拾いながら、また反対側まで細編みで進んでいきます。反対側まで来ました。これが最後の目になります。そしたらここに2回細編みをして1段目終わりにします。そして最初の細編みの頭、足がついているのが細編みです。ここに引き抜き編みをします。で、スズランテープはこうギュッと引き抜き編みを引き締めてあげると目立ちにくくなります。これで1段目はおしまい。次、2段目から模様編みをしていきます。まず立ち上がりの鎖を1目編んで、今引き抜いたところに細編みを1回編みます。そしたら鎖編みを1回編んでから、1、2、3、4つ目、間3つ開けたこの目です。ここの目に長編みを5回編み入れます。2回、3、
長編みは結構こう糸をどんどん使うので、五円玉をですね、ちょっと奥の方まで押し合っておかないと何度も何度も引っかかるかもしれないですね。4回、5回編みました。1、2、3、4、5回。そしたら鎖編みを1回編みます。そして、また1、2、3、4つ目の目に3つ開けたこの目ですね、ここに細編み、これが一模様になります。そしてまた鎖編みを1回編んでから 1、2、3、4つ目、4つ目の目、1、2、3、4つ目の目に長編みを5回、1回、2回、3回、5回編んで鎖編みを1回で、また1、2、3、4つ目の目に細編みです。この繰り返しで1段編んでいきます。もうこれはフラットにペタンコのバッグにするので、サイドのなんて言ったらいいんだろう、増し目を作るとかもないですし、このままひたすらやっていくと、ちゃんとこれが72目になってるはずなので、ぴったり終わるはずです。では1周編んでいきます。一応、2段目の、この反対側まで来たので、角のところの編み方も動画残しておきますね。で、今鎖編みまで編んだところで、次4つ目の目に長編みを編むんですが、4つ目がどこかっていうと、1、2、3、4、ここです。1、2、3、4つ目、ここです。ここに長編みを5回編み入れます。そして鎖編みを1回で、1、2、3、4つ目、ここに、あ、ごめんなさい、間違えた、あ、いいのか、1、2、3、4つ目、ここですね、ここに細編み。そうするとこんな感じで、ちょっと横のところ、なんて言ったらいいんですかね、ちょっと立ち上がったような感じになります。これで大丈夫です。じゃあ続きを編んで反対側までいきたいと思います。最後の一模様目になりました。最後の一模様になりました。鎖編みを編んで 1、2、3、4つ目の目に長編みを5回ですね。編みました。そしたら、一番最初の細編みの頭、ここですね。ここが次の、なんて言ったらいいのかな、ちょうど段の変わり目でつなげるところになるので、最初の細編みの頭、これだ。これです。この細編みの頭に引き抜き編みをします。
ここに引き抜き編み、これで模様編み1段目が編めました。そしたら、2段目を編んでいきます。2段目はですね、今度は模様の真ん中からスタートするので、立ち上がりは鎖3目になります。そしてこの細編みの頭にあと2回長編みを編みます。2回、要はですね、この模様の真ん中から編み始めているっていうことなんですね。そして鎖編みを1回編んで、今度この扇の真ん中、長編みが5個あるうちの3つ目の長編みの頭、こっちから数えてもこっちから数えても3つ目、一番真ん中の長編みの頭を作って細編みです。そして鎖編みを1回、そしたら今度長編みを編むんですけど、次の長編みを編む場所はこの扇形と扇形の間にある細編み、ここに長編みを編みます。1回2回3回、5回で鎖編みを1回、そしたらまた長編みの扇の一番上真ん中のところに、鎖を拾って細編みです。この繰り返しになります。このまま1周編んでいきます。ここからぐるっと編んできたところです。で、最後の模様編みなんですが、さっき、模様の途中から編み始めているので、細編みの後鎖編みをしたら 1,2,3,4 つ目、まあここなんですけど、もうこの最初に立ち上がりの鎖編み3目を編んで、長編みを2回編んだここにあと2回長編みを編んでおしまいにします。これが模様編みの偶数段って言ったらいいですかね。偶数段はこういう形で模様の真ん中から編み始めて終わる。で、最後はこの最初の鎖編み3目で立ち上がったところに引き抜き編みをします。そうするとこんな感じで、ここに模様ができます。そしたら今度また、模様編み3段目になるんですけど、奇数の段は一番最初と同じなので、立ち上がりに細編みを鎖編みを1回編んで、ここに細編みを編んでからスタートです。鎖編みを1回編んで、この細編みの頭に長編みを5回、この繰り返しになります。ちょっと複雑ですが、何段か編んでいくととっても可愛い模様ができてくるので、ぜひチャレンジしてみてください。じゃあこのまんま正方形ぐらいの大きさになるまで、あと何段かどんどん編んでいきたいと思います。はい、こんな感じで、だいたい正方形っぽくなったかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17段、模様編みを17段編んだところです。そしたらですね、今回は持ち手は1回糸を切ってからつけていきたいので、カットして引き抜きます。
そしてこの部分はとじ針を使って糸処理をしておきます。ですね、ちょっと今回の編み方だと、まあ、細編みでびっしり編んでる時と違って、糸をどこに出したらっていうのが分かりづらいかもしれないんですけど、まあ、表に響かないように糸の間を何回かくぐらせればいいだけのことですので、一応ここだけはチェーン、いつも通りチェーンつなぎをして、であとは、こういう裏のところ裏をですね作って、糸をこの中を何度か通していけばそんなにほどけちゃうっていうことはないです。入れちゃおうかな。さすがにこれだと距離が短いので、もうちょっと、こんな感じで、まあ、2回ぐらい模様の中を通しておけばより安心、まあ、これぐらいでも大丈夫かなと思います。処理ができたらカットをしまして、で次持ち手を作っていこうと思います。で、持ち手なんですが、今回これ1段の模様が9目で、ちょっと左右対称でこっちとこっちが対称になっていないんですけど、とりあえず端から端までって言ったらいいですかね、両サイドに印をつけます。こっちは模様と模様の間なんですが、こっちは模様の頂点のところがちょうど真ん中になりますね。で、この間に均等に印をつけたいと思っています。で、ちょっとやり方いろいろ考えたんですけど、この印のつけたところからこうやって1、2、3、4と数えていって、同じ目数のところにつけるのが一番いいかなと思いました。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個目ぐらいかなとさっき数えてて思ったので、10個目の目に印、こっちも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個目に印をつけておきます。この後に例えば細編みをこう何段か編んでから持ち手をつけるとかっていう方法ももちろんあるんですけど、このせっかくこうふわふわっとなっているのが見せられる方がちょっと可愛いかなと思ったので、今回はこの状態の終わりに別で直接持ち手をつけていこうと思っています。それでは持ち手をつけていこうと思います。まず持ち手を何センチぐらいにするかっていうのをこんな感じでメジャーで考えます。今回のバッグだと33センチぐらいあればいいかな。33センチで作ろうと思います。そしたらこの33センチの3.5倍ぐらい必要なので、3.5 倍ぐらいの位置を、これで3倍ですよね。ちょっと余裕を持って4倍にしておこうかな。4倍ぐらい。4倍の長さのところです、ここ。持ち手の長さの4倍の長さを、引き出したところ。これを、この印のついてるところにくっつけたいんです。で、ここの、鎖編みのところはちょっと残しておこうかなと思ったので、裏から見て
この印のとこに裏からかぎ針を刺します。こんな感じでね。そしてこの今押さえてたところを引っ張ります。逆だ。まずこの印のついているところに針を刺して、ここに今押さえてたところを出してきます。そしたらこれを隣の目からかぎ針を出して、今出してきた輪っかを裏に持ってきます。そしてここからスレッドコードを編んでいきます。こっち5円玉ついている方が糸玉側です。でこの5円玉がついてない方の持ち手の長さかける4倍のこの糸を取っといたこっちを、まずこのかぎ針に1回かけて、で糸玉側の糸を針にかけて引き抜きます。この繰り返しです。手前側の糸を1回かぎ針にかけて、糸玉側の糸をかぎ針にかけて引き抜く、手前側をかける、糸玉側をかけて引き抜く、手前側をかける、糸玉側をかけて引き抜く、これの繰り返しでだいたい33センチぐらいになるまでこれを編んでいきます。33センチスレッドコードが編めました。こんな感じ、ちょうどこれぐらい残りました。そしたらですね、今度はちょっと糸を大きく引き出しておいて、さっきと同じようにこっち側の印をついてるところに針を入れて、この輪っかを1回表に出します。そして隣の目に針を入れて裏側に引き出します。そしたらこれ緩んでるのを引き締めます。これでですね、これだけだとちょっと細すぎるかなと思ったので、もうこれ印使わないので取っちゃいますね。だったのでこれを一回細編みで編みくるもうかと思います。向こう側まで。そしたらもう一回やります。ごめんなさい。よし、この状態で、まあこれはもういいや、あとで糸処理しようかな。でこのスレッドコードの下から針を入れて糸を手前に持ってくる。そして糸をかけて引き抜く。これでこのスレッドコードを包むように細編みを編んでいきます。でここ力加減を均一にしないとすぐボコボコになっちゃうので、ちょっと気をつけながら編んでいくといいと思います。スレッドコード1目につき1回とかっていう風に特に考えていなくって、編みくるんでるのでちょうどいい感じになるぐらい編めばいいと思います。でただ、もう1個の持ち手を持つときに同じ目数で編んだ方が絶対綺麗にはなるので、そこを最終的には確認しておくといいかなと思います。じゃあ反対側まで細編みで編んでいきます。あ、そうだ、
この時にこっち向きからこっち、なんて言ったらいいんだろう、表側から細編みができるように最初左側に、コードの最初の部分をつけてるんです。でこっちからつけちゃうとこうスレッドコードが来て戻る時こっち側から細編みすることになっちゃうので、どうしても裏側の方が糸が1本余計に見えちゃうので、表側から細編みができるように最初こちら側からスレッドコードを編み始めました。それでは反対側まで細編みで編み進めていきます。こんな感じで編み包んで細編みで編みました。そしたら、糸を切って引き抜いた後ですね、今まだどっちもちょっと心もとない感じだと思うんです、このつけてるところ。なのでこのつけたところを補強するようにですね、糸処理をするといいかなと思ってます。とじ針に糸端を通して、で今ここから出ててこういう感じになってるので、この隣のところにこの糸端を入れてこっち側に出して、こんな感じで何度かちょっとあんまり目立たないようにここを通してから、この、裏に通して糸処理をしておけば補強にもなっていいかなと思います。持ち手だけ編んで後からとじつけるよりは、スレッドコード編むときに最初にくっつけてるので、だいぶ強度は上がっているはずです。なかなかやっぱりバッグの持ち手って最初作った時はいい感じでも、何度も使っているとダメージがかかるというか、ダメージが出てきて後からくくりつけたというか縫い付けただけだとちょっと取れやすかったりとかもあるので、今回はこんな感じで両方とも一応編んでるところを、くぐらせて編んでいます。いいやり方があればぜひ教えてください。でこんな感じで、糸をくぐらせたらギリギリでカット。で反対側も同様にこの今つけてるところをしっかりと補強してあげてから。つけるといいと思い、糸処理をするといいと思います。じゃああとは反対側も同じように持ち手をつけます。はい、両方とも持ち手つけてみました。最終的にはですね、33センチのスレッドコードに対して47目細編みを編みました。ちょっと長かったかな、もう 1,2 センチ短い方が可愛かったかもしれないです。なのでこれから編む方は31センチとかそれぐらいでやった方がいいかもしれないですね。31、2センチこんな感じで、ペタンコバッグなのでそんなに物はたくさん入る感じじゃないですけど、ちょっとしたお出かけとか近所にお買い物行くときぐらいには使えるかなと思います。このエメラルドっていう色なんですけど、とっても可愛い色なので、多分割と最近出た色なんじゃないかな。あんまり今までちょっともうちょっと原色っぽいのばっかりだったんで見たことなかったんですけど、グリーン、ブルーっぽいグリーンって言ったらいいのかな、とっても可愛い色でした。この松編みという編み方、少しこう透ける感じなんですけど、ネットバッグとかみたいに形が変わっちゃうこともないですし、結構使いやすそうだなと思いました。もしわからないことですとか、質問、あとはリクエストなどありましたら、コメント欄からお聞かせいただけたら嬉しいです。あとですね、最近ツイッターのアカウントを作りました。全然フォロワーさんがいないので、もしよろしければフォローしていただけたら嬉しいです。
で、作った作品とか、もし写真を添えて見せていただけたらとっても喜びます。よろしくお願いします。 では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。